東京の衛星写真バサースト島はカナダのクイーンエリザベス諸島にある島。ヌナブト巡州に属する。面積は16,042平方キロメートルで無人島。西暦1000年頃の島は現在よりも暖かかったと考えられており、中レ人が居住していた。1819年にイギリスの探検家ウィリアム・パリーがこの島を発見した。名前の由来は 当時イギリスの戦争、植民地層であった第三代バサースト、伯爵ヘンリー・バサーストから。バサースト島には1960年代から1970年代にかけて北地局があった。北地局は絶えず移動しており、2005年時点では北緯83度付近にあって北上を続けている。フィンレイソン、ダグ、バサーストアイランド、 In James H. Marsh, ザ・カナディアン・エンサイクロペディア・ザ・ヒストリカ・ドミニオン・インスティチュート、m 2010年12月4日閲覧。不明な引数、マンスイコールが空白で指定されています。京都大学大学院理学、研究科附属知識世界資料解析センター。ありがとうございます。